どんなものにもね、流れがあるもので、それは恋愛でもそうですし、人生でもそうですね。ゲームとか、それから試合、こういったものにも、スポーツにも、いろんなものには流れがありますよね。まあ、今回は FX の潮の流れ目にやっぱりね遭遇できたかなっていうことを振り返りながらお届けしようかと思います。ずっとセル一辺倒だったんですけどね、どっかでバイに変わるっていうのはやっぱりこういう時に見抜けないとね、間違えちゃいますよね。まずは週足なんですけども、週足はご覧のようにですね、もう丸は、書かないですけども、こういうふうな横一線で捉えてきたのが、下の方にフェーズが変わりましたよってお話をしましたね。今回あえて大きく四角を書きますけども、こういうふうにね、右下にずーっと触れていたのが、ほら、ちょっと飛び出したでしょ、ね、今までと違って飛び出してますよね、この辺ね。で、移動平均線もちょっとだけ線が上向きになってきてませんか、これ。ということを考えながら、ちょっとデイリーの方行きますね。デイリーの方もほら、こういうふうにビューッと引きますよ、線を。飛び出したでしょ、もうここ。これね、トレンドラインからここが出ちゃったわけですよ。だから倍に向かうよって言ったところが倍に向かったわけなんですよ。で、その前にもう横レンジ、これね、これも意識できてましたんで、セルで一辺倒に行くんではなくて、倍の方を意識しながら昨日は慎重にエントリーすることができました。そしてですね、お昼頃に決済した後、もうちょっとだけ倍の方に行くかと思ったら行かなかったということで、こちらの方もね、行き過ぎずにセーフって感じでしたね。4時間足です。ほら。こういうふうな形で上昇を見せたわけですよ。上昇をね。見せたんだけども、決済したあたりで、とどまったということですね。N 字を書いて上に突き上げるのかと思ったら上げなかったんですよ。波動的にはこういうふうな動きを昨日は解説していたと思います。で、こういうふうに上に上がったってことですよね。で、1時間行きましょうか。はい、1時間ですね。私がエントリーして、ネックラインを超えたらもう一回買うよって言ったところがここだったんですよ。ネックライン超えましたよね。でも、エントリーはしなかったんですよ、私は。気がついた時にはこういうふうに下がり始めてたんで、あ、ここで横ばいになるなと思ったんですよね。で、今見たら横ばいになってますんで、この後、上昇に転ずるとは思うんですね。うん。これだからね、高値圏のヘッド&ショルダーにちょっとね、似てたんですよ。これが十分上に上がらずに下に落ちてきて、そしてもう一回上がろうとした時に、これがネックラインを超えずに高値を切り上げなかった場合、高値切り上げの失敗を起こした場合、これはヘッド&ショルダーになるわけですよね。こういうふうなこと想像できてますかね。で、そうではなかったんで、上昇かなとも思ったんですけども、まあ、ネックラインこれ超えてないんですよ。超えたところも一瞬で引き戻されてヒゲを作ってるんですよね。だからこれは横ばいに入るっていうふうに考えられます。で、今横ばいになってるわけなんですよね。ちょうどね、こんな感じになるんじゃないかなと思うのは、こっちが上がってきて、これ横ばいになったでしょ。で、しばらくしたら上がったという形で、しばらくしたらまた上がるんじゃないかなってことで、まあ今週中にね、上がれるとは限らないんですけども、来週には上の方に行くんじゃないかなっていうふうに思いながら、今週は相場解説の方を閉じていこうと思います、もうワントラインできるかもしれませんけどね。まあ今週はエントリーできたんで、もうしっかりと、今日もうワンエントリーできれば、まあ上場かなってことですね。はい、FX のね、潮の流れ目、分かれ目っていうか潮の変わり目ですね。今回はしっかり捉えられたんじゃないですかね。今週もね、1週間ものすごくいい教材になったと思いますよ。私もね、振り返りながら、あ、ここでセルに行くんじゃなくてバイを見なくちゃいけないなと、どこでバイっていうふうに気づいたのかなってこともお話できたんで、なんか良かったなと思いますね。はい、それではね、もうすぐ FX の中級編の方を皆さんにご案内しますんで、エリオット波動とフォーメーション分析、今回もフォーメーション分析出てきますよね。だからこの辺を考えながら、エリオット波動はすいませんけども、ちょっと一般のね、相場解説ではやってませんけども、このエリオット波動とフォーメーション分析を元に実践を繰り返していく、そんな3ヶ月2、3、4、まあそうですね、2月の半ばぐらいから始めて2、3、4、ゴールデンウィーク目いっぱい使って卒業みたいな感じで中級編は考えてますけどね、皆さんね、もうちょっとしたら募集かけますんで、よろしくお願いします。では、いってらっしゃい。